マツコイゴンタどうも、今回は背筋も凍る遠くの留学1年間について紹介しようと思います。僕はオーストラリアに留学してから約1年が経ちましたが、この1年間正直言って壮絶でした。最近ふと留学中に起きた出来事をおもむろに振り返ってたんですが、もう自分持ってるんじゃないかなってくらい想像を絶する事件がありすぎて、これはもう皆さんにシェアするしかないなと思ったので、今回は皆さんに僕の留学1年間をセキュララダイジェストでお送りしようと思います。僕がオーストラリアに降り立ったのは4月8日。これから始まるキラキラな留学生活に希望を抱きながらメルボルン空港に降り立ちました。しかし飛行機を降りて早速入国審査官の滞在目的はない、の英語が聞き取れなくて泣きたくなるわ、スーツケースが紛失するわ、見つかったと思ったら荷物チェックでスタッフがスーツケースを開けた瞬間僕のパンツがバラバラッと床に散乱するわで、もうメルボルンに着いてから2時間くらいで日本に帰りたくなりましたね。その後やっとの思いで空港を出て大学の寮へ向かったのですが、当時熱感の方向音痴だった僕は普通なら1時間で着くところなんと6時間もかかり、その道中で乗る電車を間違えて電波もないど田舎で一人取り残されたり、道を聞いてもネイティブの爆速英語が理解できるさらに迷子になったり、30キロのスーツケースを引きながら、なんで俺留学なんて来たんだろうとか思い始めて、もう絶望が止まりませんでした。その後何とか這いつくばって寮に到着しましたが、もう身も心もボロボロでしたね。そんなこんなで僕のオーストラリア留学が始まったわけですが、留学1ヶ月目は異国での生活と言語の壁に打ちしげられる日々が続きました。異国での生活で言うと、例えば早速できた友達がきついやつだとか、友達と待ち合わせしたら僕以外みんな話できたとか、掃除のおばさんが急に部屋に入ってきて僕の歯ブラシでトイレ掃除をし始めるなど、日本では到底起こり得ないような出来事が当たり前のように起こるので、そのギャップに頭の処理が追いつかなくて発狂することが多々ありましたね。言語の壁に関しては、まあ言葉が相手に伝わらんのですよ。自分の言いたいことも言えなければ相手の言ってることも理解できないので、もう自動的に仲間外れみたいになるんです。これ例えると共通言語が鎖型文字の学校に突然ぶち込まれたみたいなイメージですね。コミュニケーションも取れないので友達もできないし、やっとできたと思ったらよっともみたいなことが平気で起こるので、留学当初マジで辛すぎてずっと部屋に引きこもってましたね。この言語の壁は3ヶ月経っても続いて、耳はある程度慣れるんですが、自分の言いたいことが言えないもどかしさで逆に自分に腹が立ってくるんですよ。なんで自分はダメなやつなんだと自己嫌悪になり、友達と話すことさえ億劫になって、また部屋に引きこもるという悪循環。結局最初の3ヶ月は大学が終わったら速攻部屋に戻ってベッドの上でずっと体育座りをするという日々が続いてましたね。しかしこのままではいけないと一念発起、そこから鬼の英語学習を開始し、外の世界にも意識的に足を踏み入れ、友達やカフェの店員さんと交流すると、徐々にコミュニケーションが取れるようになって、同時に友達も増えていき、留学6ヶ月くらいになるとようやく留学というものを楽しめるようになりました。そしてここから留学生活エンジョイしたのでと意気込んで気合を入れていたその時、オーストラリア全土でブッシュファイヤーが勃発します。ブッシュファイヤーとはオーストラリアで毎年起こる自然災害の一つで、日本でいう台風みたいなものなんですが、今年は史上最悪の森林火災と言われるほど被害が甚大で、多数の地域で火災警報が発令され、僕がプレーするサッカーチームも活動休止、さらに火災による粉塵のせいで咳が止まらなくなり、とても外に出られる状況じゃなく、せっかく留学楽しくなってきたとこなのにと、正直この時はクソほど泣いてましたね。しかしこれもせっかくの機会だなと言って、森林火災について勉強して動画を作ったり、実際に市民のブチギレデモに参加して海外の生の熱量を感じたりするなど、その時にしかできない経験をたくさんできたので、個人的にはとても勉強になりました。そんな困難に2ヶ月が経ち、やっとこそブッシュファイヤーも鎮火、留学も残り3ヶ月を切り、ここからが勝負だ、外に出ていっぱいチャレンジするぞと思っていたのも束の間、キョロナでロックダウンです。ロックダウン、通称都市封鎖とは、キョロナウイルスの拡散を防ぐための政府の施策で、簡単に言うと外出禁止です。これは不要不急どころの騒ぎじゃなく、万が一外出して捕まったら罰金10万円以上を払わなきゃならんくらい厳しい規則なんです。で、スーパーや薬局以外のお店はほぼほぼ閉まって、サッカーリーグも延期、大学は全てオンライン授業、僕に友達を与えてくれた寮のコモエリアも閉鎖され、僕に残されたのはただ部屋に引きこもるだけでした。僕自身、留学当初は自ら部屋に引きこもった、いわゆる引きこもらだったのですが、いざ強制的に引きこもらざるを得ない状況になると、やっぱ外出たくなるんですよね。でもキョロナのせいで外にも出れないし、友達にも会えないし、もちろん英語を喋る機会もなく、もうどうなってんだよと、自分ではどうしようもできない状況に正直メンタルやられてましたね。しかし、なこと言っても仕方ねえなと、新規ってコロナで浮いた時間で鬼の英語学習をしたり、海外ドラマを隅から隅まで見漁ったりして、なんだかんだおうち時間をクソエンジョイしてましたね。そんなことをしてるうちに2ヶ月が過ぎ、留学も残り1ヶ月、そのラスト1ヶ月でなんと僕に希望の光が差したのです。
ロナが徐々に収まってきて、ロックダウンが段階的に解除、カフェもオープンし、サッカーも再開、人数制限の規制も緩和され、街の様子も以前のように元通り、やっと友達に会えるようにもなりました。やっぱ自分持ってるわと、今までの自分の行いに感謝しながら、留学残り1ヶ月を死ぬほど有意義なものにしたろうとワクワクしながら計画を立てていた、その時サッカーチームの活動が再開して初めての試合で僕は盛大に顎を骨折、そのまま病院に搬送され、人生初の入院からの緊急手術、手術後は顎がパンパンに腫れ、耐え難いほどの激痛に苦しみ、さらによく見たら顎の腫れ具合がかぐや姫の物語に出てくる帝に似てて、もういろんな意味でメンタル崩壊、計画してた予定は全てキャンセルだし、サッカーはもちろんできないし、スープしか食べれないし、そもそも喋れないしで、絶望どころの騒ぎじゃありませんでした。さらに追い打ちをかけるように、もともと7月7日に帰国予定のはずが、顎の治療のせいで1ヶ月帰国を延長しなければならず、あらかじめ取ってた飛行機をキャンセルする羽目に、さらになんと1ヶ月後に新しく取った飛行機がコロナの影響で突如運航休止、つまり僕はいつ帰国できるかわからないチューブラリン顎野郎になっちまったんです。いや、人間不思議やもんでね、ここまでいろんな状況が重なるともう荒げてくるんですよ。これの入学生活どうなってんだよと、家で一人放心状態になりながら若干うつら笑ってるみたいな、もう心ここにあらずみたいな人になってましたね。しかし、いや待て、この劇おもろくねえかということに最近気づき、なんか知らんけど急速にメンタル回復、今はこの顎骨折をいかにファンキーにするかを考えたり、この留学ロスタイムをいかに有意義に過ごすかに全身全霊をかけたり、せっせと今回の動画を作ってるわけであります。そんなわけで僕はまだオーストラリアに滞在中なんですが、おそらくこの動画を見てる皆さんは、よくもまあ留学1年間でこんなにも踏んだり蹴ったり煮たり焼いたりされるまでと、同情を超えてもはや感心されてることと思いますが、さすがにここまで来ると自分でもまあ持ってんなって思うですよ。で、せっかくこんだけオーストラリアである意味貴重な経験を山ほどできたので、これをただの不幸話で終わらせるのではなく、バレ話にしたり有益な動画にしたりして、僕の動画を見てくれてる皆さんに少しでも元気を与えられる何かとなれば嬉しいです。最後にこの留学1年間を一言でまとめるとするならば、役年。